どうもさん、こんにちは。どうも、こんにちは。今日はね、以前に吉原の遊郭街を歩いてた際に声をかけて知り合ったソープ嬢と会います。あ、マジですか。お疲れ様です。どうも。どうでした、潜入。勉強になりましたよ。あ、そうですか。うん、さっき写真見学が終わった後、うん、そこの通りでね、はい、歩いてる女の子に声かけたんだよね。ほうほうほう。なんて声かけたんですか。取材させてもらえないですかって聞きましたね。怪しいものじゃないんで今度取材させてもらえないですかって。そしたら LINE 交換しちゃったんだよね。お、すげえちょっとエロい動画になるかもしれないですね。ああ、そうかもしれませんね。寒すぎるんで早速行きましょう。行きましょうか。ノモ、うん、さん、こちらの女性がノモさんが吉原の遊郭街で声をかけた女性ですね。はい、名前と年齢をお願いします。ノンです。25歳です。ノンちゃん、今日はよく来てくださいました、うん、ありがとうございます。なんで撮影受けてくれたんですか。不審だと思いませんでした、ノモさんに声かけられて。そうですね、初めなんかナンパなのかなと思いましたですってよ。あんな吉原の遊郭街でね、なかなか声をかけられることはないもんね、多分ね。初めてでしたねあんなとこで声をかけるなんてね、デリカシーないもんね。多分ノンさんだけですね仕事帰りだったんだもんね。そうなんですよ。俺がイケメンだから連絡先交換してくれたんだよね。違いますねじゃあなんで連絡先交換して今日来てくれたの。なんか面白そうだなと思ったんで。じゃあ早速みんなが知りたいようなことを質問していきます。お願いします。のんちゃんは吉原でソープ歴だいたいどれくらい。だいたい2年くらいだと思います。ソープで働き始めたきっかけは何。東京で一人暮らしってなると、うん、貯金が全然できなくて、貯金したいなって思ったのが最初の始めたきっかけでした。なるほど。彼氏は何、今いるの。いますね。彼氏は知ってんの。それ知らないです。2年間彼氏はずっと知らない。ずっと知らないです。それってバレないもんなの。バレそうになったことは1回だけあります。あ、一緒に住んでんの。一緒に住んでます。一緒に住んでてバレない。バレてないです。バレそうになった時ってどういう時。私のバッグからコンドームが出てきたことがあります。あ、それはどうやってごまかすの。え、でもコンドームが出てきてもソープ嬢とはなかなか思わない。あ、そうなんですよ。なんか仕事とかじゃなくて浮気してるんじゃないかっていう意味で疑われたことが。実際なんでコンドームが入ってたの。ソープのゴムをそのまま持って帰ってたから。どういうこと。バッグの中にゴムをそのままストックで持って帰ってたから。それってなんかホテルとかで泊まった時に歯ブラシも勝手に持って帰っちゃうみたいな、そういうノリじゃなくて。そう、自分でゴム買うんですよ、ソープって。あ、そうなんだ。知ってました。知りませんでした。大体多分どこもそうですよ。自分でゴムを、まあ、お店のとこで買って使う人もいるし、自分でゴム買ってって人もいるんですよ。あ、そうなんですね。なんか私の場合はお店のゴムがあんまり好きじゃなかったんで、はいはいはい、自分で買って乗ってってたんですよ。1個いくら。1個いくらだったかな。でも安かったですよ。なんかセットだった。なんか10個とか20個とかのセットで10個で100円とか、その感じだったから。サイズも SS からうん、LL とかそのサイズまでお店にはありました。そうなんだ。まあ名前は出せないけど、某有名大衆店で働いてるんだけど、うんうん、勤務時間教えてください。大体17時から24時ぐらいまで働いてます。週に何回くらい働いてるの。週4くらいは働いてます。なるほど。それで大体いくらくらい稼げるもんなのかな。1日にいくら稼ぐの。大体1日に平均平均7万8万ぐらいは稼いでると思います。あ、マックス。マックスはもうちょっと長い時間入ってますけど、うんうんうん、10とかそのくらいだったと思います。1日平均
7万から8万でいい時で10万くらいと。7万8万稼ぐ時で何人くらいのお客さんを相手するの？5人くらいは相手してますね。5人くらい、はい。あ、だと大体1人接客して1万ちょいとかそんな感じかね。大体50分コースで1万円で、うん、それで10分増えるごとにプラス2000プラス2000っていう感じで、うん、バックが増えますね、もらえる金額が。50分1万、60分1万2000、70分1万4000って感じだね。本社だとそれに大体プラスで2000円ぐらいかな、返ってきます。でも可愛いからもっともらいたいよね。そうですね、ありがとうございます。その辺のおっさんが5万くらい出してくれると思う。いや、どうかな、うん、でも可愛いから全然高級店でいけるんじゃないの？いや、高級店はちょっとハードなイメージがすごいあります。接客が嫌なんだ。接客もサービスもやっぱり高級店なだけあってきついイメージがあります。あ、マットがあるらしいからね。大体あります、高級店は。ないとこ聞いたことないんで。それだったらお客さんの数こなした方がいい。そうです、結局高級店だと一人ついても、うんうん、結局大衆店の方が稼げるじゃんっていうことはもうざらにある、うん、あ、なるほどなるほど。ソープって本丸行為があるわけですよ。はい、本丸行為ね、はい、で1日に何人も相手しなきゃいけないじゃん。はい、抵抗はなかった？最初から実はなくて。全くないの？全くなかったです。働き始めの時は彼氏はいたの？いました。あ、で今も同じ彼氏？同じ人です。全く抵抗がないっていうのはなんで？なんでなんだろう。なんか、うん、普段とはまた違う刺激？刺激、へー。ちょっと彼氏への罪悪感とかはなかった？全然ない。最初はありましたけど、うんうんうん、もう途中からないかもです。ああ、なるほど。みんなないんだ、多分。ないと思いますよ。世の中の職場はみんなない。あったら多分続かない、すぐ辞めてる。なるほど。なので今もこうやって続けている感じですね。ああ、なるほど。今日ちょっと緊張するわ。緊張します。全然可愛いんでね。ああ、いやいや、手汗がすごくて俺。確かに。あ、前回はさ、ソープの店長だったじゃん。はい、今日は女の子なんでね、うんうん、ちょっと手汗がね。一番汗かいてるけど。暑いですね。俺が彼氏をかわいそうだと思っちゃうけどね。思いますか？むしろね。あとはね、ちょっとね、生々しいお話も聞いていい？大丈夫です。ソープに行ったことないんだけど、うん、まあそんな人いるんですか？ああ、そんな人いるでしょ。別にいくらでもいるでしょ。いや、私この世の中で行ったことないっていう人本当嘘やと思ってます。っていうぐらい結構来るから。吉原の遊郭街の路上で俺に声をかけられた時、俺はもうじゃあソープのお客さんだと思った。あ、ちょっと思いました。そう、まあ生々しい話なんだけど、もし俺がね、お客さんでのんちゃんのお店に行ったとするよね。入り口から入るじゃん。まずどうすればいいの？入り口に入ったら。なんかお店に入ったらってこと？うんうん、お店にもよるだろうけど、うんうん、のんちゃんのお店の話、私のお店の話ですね、うん、受付に、うん、ボーイさんみたいな黒服の方がいるから、うんうんうん、その方に何分コースで何々さん指名で、うんうん、でお金を払う。それは写真で選ぶの？写真を出されるんだよね、うん、写真で選ぶ人もいるし、うん、ネットか何かで見てもうあらかじめ決めてくる人もいる。じゃあ俺は写真を見てのんちゃんにしますって言うじゃん。はい。でじゃあ60分コースにしますって言うよね。そしたらどうすればいいの？のんちゃんもう今指名された。指名された、うん、だから電話がかかってきて、うん、お部屋に、お部屋に、うん、そう、60分お客様入りましたので、うん、カーテンがあって、そのカーテンのとこまで来てくれますかって言われるの、うん、あ、なるほどなるほど。カーテンがある、通路がある。そう、通路に仕切りがあるんですよ。あ、そうなんだ。お客さんとの間の、うんうん、部屋との間の通路があって、はいはいはい、そこに立っとく。そうするとボーイさんがお客さんを呼んでくれて、
俺はのんちゃんを選んでお金を払った後待合室かなんかに行くんだよね。そうです、そうです。でその後ボーイに案内されて、まあカーテンのある通路に行ってボーイが開けるの。開けるんですけど、うんうん、初めましてのお客さんだったらここで禁止事項の説明がされます。こういうことしちゃいけませんよとか。あ、ボーイに。はい。それは何だって本丸まで OK なのにしちゃいけないことなんかないじゃん。例えばストーカー行為とか、ね、あるいは引き抜きとか、あそういうのがダメだよとか、私のお店は連絡先の交換もダメだったから、うん、そういうのダメですよとか、まあ、暴力とかダメですよとか。あでもそれ別に言うことじゃないよね。そうだけどそういうこと言わないとする人はたくさんいる。あちょっと手洗い真似の方はいる。でいざご対面、いざご対面やりますか。私といざご対面、いざご対面やりますかって何実演ですよ、実演。実演実演あ実演あ、じゃあこれ開けるの酒くれちょっと酒くれじゃあいざご対面やりましょうかいや、そうが面白いかなと思ってうん、うん、じゃあいざご対面は誰がこれ開けるの。ボイさんが開ける。あ、ボイさんが。じゃあシャー、どうぞ。初めまして、のんです。ハグしてもいいですか。どういうことそんな子いる世の中に。超照れてるじゃないですか、まあ、全然可愛いじゃないですかえ、ちょっと待って、いきなり出会ってハグしていいですかなんていう子いるいなくはないと思います。ノブさん実演ですからビール置かないと。ああ、じゃあちょっともう一回やりましょうか。あ、やりますか。やります、やりますあ、じゃあどうぞ。緊張しないですかね。いや、大丈夫です大丈夫ですよ。じゃあシャー、はじめまして、のんです。ハグしてもいいですか。はいでこうやって、ああで、その後どうしたらいいですか。どういうんじゃないですか。いや、私も思いました、それ反応が緊張すんだよあの俺さ、ソープ行ったことないんだけど、実際にソープ行くときより今の方が緊張するからそんな気するわ。じゃあその後は、その後は、うん、お手手繋いでいいですか。ああで、お手手繋いで、ああ私恋人つなぎのがいいな。ああお部屋まで案内して、それでよく最初にボーイはストーカーになるなって言えたのでもこのぐらいはしてる人ほぼほぼそうだと思います。手つなぎは言われます、講習の時に。で、お部屋に行くよね、はい、じゃあどうすればよろしいでしょうか。お部屋に、うん、こちらお部屋ですって開ける、うんうんうん、開けます。あ、お靴脱いでねって。うん、脱いじゃいで、あとはもうご想像にお任せですよ。ご想像、ご想像まあ、ご想像にお任せされてもね行ったことないもんね、のんさんね。部屋に入ったら服は脱ぐよね。脱がないとあんなことやこんなことのんちゃんとできないじゃんそうですね、うん、どうすればいいの。俺はもう座ってさえいてくれれば、ベッドに座ってくれれば、うん、服脱ぐって、うん、脱がせていくというか、うん、歯がかけるねって、うん、服たたんでいくね、うん、靴下までちゃんと足の上に置いて脱がせる、うん、行く絶対童貞ですよ今度行く俺だけとりあえず全裸なの。私ももちろん全裸なの。脱ぐんですけど、まあ、基本的には私は一緒に脱いでいく、うんうんうん、一緒に脱ごうって言って、うん、ある程度でも上も下も脱がしちゃうかも先ああパンツは履かせてる。あパンツは履かせてる。 あんま下半身今見ないでよ見ないでよ。見てたよ、今見てない見てない見てない今いいじゃないですか、見られてもまあね、今はね着てるし、うんうん、そうそうそう。じゃあお互い全裸になったよね。そうしたらどうすればいいですか。でも私すぐ全裸にはさせないのね。ええタオルがあって、バスタオルをまず腰に巻くの。はい、ああ、はい、腰に巻いて、うん、ちょっとイチャイチャする、ここでハグしたりとか。あ、まあ、多分割と次女なんで、あ触っちゃいます、もうすぐ。ああ、タオル越しにね。タオル越しに。タオル越
しい。でまだパンツ履いてもらってるから、ああああパンツ脱がせるねって言って下にしゃがんで脱がせる。どうなんでしょうね。若い頃俺もね、いろんな女の子とお付き合いしたけど、できないの彼女でそんなことすごいないけどね。そこはお仕事ですか。そうそう、お店だからね。まあイチャイチャしてその後ですよ。その後は一緒にお風呂行こうって言って、うん、手つないで、うん、お風呂のところに連れて行く。部屋の中にお風呂とベッドがあるんだよね。そう、それはもう一緒に入っちゃうの。一緒に入っちゃうんだけど、うん、入る前に洗い合いっこする。入る前に洗い合いっこ、何それ。どういうこと。洗っていくの、二人で体を一緒に。ああ、泡を作るのね。泡を私が作るから、その泡をつけて、つけて、私にも洗ってって言って、お胸のとこ触らせたり。たまんねえな、この野郎。その時さ、お客さんはみんな、下半身はどうなってんの？もう、どうなってんの？わかりますよね。硬いか、柔らかいかで言ったら。カッチカチですね。で、湯船に行くと。そう、湯船に入れた後に歯を一緒に磨くのね。だから私は外にいるんだけど、まだ、先に入ってもらって、歯ブラシでゴシゴシし話し合いながらゴシゴシして、その後に私も一緒に入るねって言って入る。湯船の中で歯磨くんだ。人によって違うと思うけど、寒いかなと思うから私はお風呂に入れたままさせてる。お客さんが歯磨き終わった頃にのんちゃんも湯船に入ってくると。そう、のんちゃんが湯船に入ってくるっていうのはこう対面してる感じ。対面するんだけど、それ先にやっちゃうと面白みないなって思うから。どういうこと。十分面白いだろ。なんか初めからクライマックスなのはちょっとどうなのかなと思うから、こっちに座ってるでしょ、こっち向きでここに足広げてもらって、座る、今ピヨン入ったね。なるほど、それも大興奮でしょ。後ろからおっぱい触らせたり、こうやって触ったりして。それと同じこと彼氏にもやってるよ。しない。じゃあ彼氏より客の方がいいな。あ、間違いない。まあですね。ちゃんと気持ちよくなって帰ってもらおうってやってるから。嬉しい。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。高いお金払ってくれてるから。で、湯船から出た後はどうすればいいの？湯船はそんなすぐ終わるんじゃなくて、潜望鏡って知ってますか？潜望鏡。潜望鏡。潜望鏡。万華鏡の種類みたいな。かわいいこと言ってるんですか？まあ、もしかしたら万華鏡かもしれない。あ何が出るかなって。あ、それはどんな感じ？潜望鏡はどんな感じ？やってみますか。あ、え、じゃあ足を持ってもいいですか？え、俺の、はい、え、な、なに、こっちに、なになになに、こっちに、なになになに、なに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 、ね、あなたはどうしたいの？どこまでやりますか？はい、で、はい、で、それをやってね、お風呂から出ました、はい、どうすればいいですか？お風呂から出たら、手をつないで、まあ、出るんだけど、その前に一緒に拭き合いっこする、拭き拭き、でもただ拭くだけじゃ面白くないから、触りながら、さわさわってしながら拭く。下半身を触りながら拭くと。そう、いちいち触るな。というか、すべて一つの部屋にあるわけじゃない、ベッドも、はいはい、湯船もある。いちいち手つなぐ必要あるかなっていうのもあるけど。なるほど、で、その後は？その後は、まあ、何がしたいかにもよるから、もういい加減ベッドに案内しろよ。いい加減にしろよ。
S か M かとかにもよるじゃないですか、うん、攻められたい攻めたいとかもあるじゃないですか、うん、で感じるよいっぱいとか秘密とか言われたら、うんうんうん、触りながらあここ気持ちいいんだなっていうのはちょっと、うんうん、もう分かった状態でやってる、うん、まあミーティングだねそう体のチェックをしてる、うん、いろんなことを聞きながらやってくるんだと思うんですけど、うん、実際ちょっとノムさんにやってみてもらっていいですか、うん、触ってもいいですか、いいですよ、どんどん触ってください、うん、大丈夫、うん、ちょっと情緒が心配だけど、うん、どこが感じますか、うん、教えて、うん、もうちょっと前、前、うん、どこが左、ノムさん今素で喋ってましたね。もうね、ちょっと人工呼吸してもらおうかな。で、やっとベッドに行くわけだよね。やっと。うん。やっとだよ。やっとね。もう道のりが本当もうね。長いよね。東名高速、東京から名古屋ぐらいの距離あったよ今。相当ですね。でもそのベッドに行くまでの工程が大事だから。うん、まあ到着しました。したら俺はどうすればいいの、攻めか受けか、うん、どっちかによるよね。ソープ初めてなんで、はい、あ攻めますね、じゃあ私が、はい、上乗っかってもいいか聞きます。攻めの場合はもうやりたい放題じゃん、やりたい放題、やりたい放題、受けの場合は仰向け、仰向け、うん、仰向け、初めは仰向けかな。で仰向けになりました、どうするの。私キスが好きなんで。あのんちゃんはキスが好き、というかさ、多分この子で当たったお客さん結構ラッキーだよね、うん、ありがとうございます。そう思います。だよね、うん、本当いい日だったっつって帰ると思います。あそう思ってほしいから。あで、まあキスするじゃないですか、うん、で、感じるって言ってたから、あピンを入れてね言ってたから、うん、だから、まあ、そこを重点的に、うん、そうなれる、今言っていいんですか、舐めるとか。ああ大丈夫なんじゃないですか。まあそんなもんソフトクリームも舐めるからね。まあ、まあ、ソフトクリームと俺のはね、希少価値が違うけどね。何の話してるの。まあでも男の人ってやっぱり好きじゃないですか。嫌いな人いないと思うんで、うん、ここに関しては、うんうん、なんで割とすぐ舐めるんじゃなくて、際から舐めます私は。際あったから舐めます。あるでしょ。ゾクゾクってさせたいから。あーゾクゾク最近ねえな。すぐに舐めるんじゃなくて、際のとこから舐めて、あと下のとこもあるじゃない。あの2つついてるやつ、ね。あそこも舐めます私は。あコインの裏みたいなね。コインの裏。そう、まあ、よくわかんないけど、うん、まあいろいろ際とか裏とかやるわけじゃん、はい、その後にまあアメリカンドッグをパクッと。まあすぐパクッとはしないですけど。長いな。長いの私は。長いな。でも多分体感は長くないと思います。体感は長くないですか。うん、今の長めに話してるけど、あれでやってるスペース時間的にはそんなに取ってない。まあアメリカンドッグをバックンし終わった後はどうするかなんだけど、なんかアメリカンドッグ舐めるのうまそうだよね。お目が高い、うん、一番褒められる。あ、本当。これは本当に、あうまそうだよね、うん、長く舐めますめっちゃ。で、まあその後ですよ、あとは俺はどうすればいいの、うん、ずっともうねえ防戦一方じゃん。あチェリーできてるんですもんね。ソープチェリーだね。ソープチェリー、うん、ソープチェリーだね。だったら最初は私が上になって。ああなるほど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 。だいぶ想像できてきたんじゃないですか。そうですね、うん、そんなことをね、目見ながら言われても困るよね。照れちゃいます。でもモモさんこれでいつでも遊びに行けますよ。えソープランドに。いや俺はもうありがとうございます。何すか
ありがとうございます。ありがとうございます。違うけど、まあ、わかりましたよね。うんうんうん、でも、そこまでの流れで、だいぶもう大興奮じゃないですか。のんちゃんに上になられたら、すぐ終わっちゃうんじゃない？早い人は早いです。だよね。むしろ入れる前になっちゃう人もいるぐらい。あ、なんか気をつけて舐めたりとかしますけど、でもそういう人は2回戦ちゃんと頑張ってやらせます。あ、初めに聞くかも。今日2回したいとか。え、50分でも2回あり？50分はできないけど、60分から2回できる。あ、じゃあ俺60分にするね。じゃあ1回サクッといっちゃって。あ、ノーさん、お店に遊びに行くんですね。のんちゃんね。うん。行かない。そう。でもなんかさ、俺がもし行ったらだよ。超特別扱いでしょ。みんな特別にしてる。あ、さすが。鏡ですね。あ。でもこれは本当そうかも。さすが。さすが。こうやってプライベートで会った中でも超特別扱いはしませんよみたいな感じだよね。その方がいいですよね。ああいや、でむしろ知ってる人だったらそれはそれそそるかもしれないけど。え、ね、そそるかもしれない。私があ、なんか知ってるからこそ発掘したくなる。あ、え、うん、え、ここも好きでしょみたいな、うんうんうん、ここだけじゃないでしょみたいな。俺行ったらそそるでしょ。うん、そそるそそる。すごいそそるでしょ。そそる。あ、どうさん今ね、手のひらで転がされてます。あの、今俺営業されてんだわ。コロ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 転がされてます。あ、今度の日曜誘導されてる。されてる。あ、で、まあ阿蘇山が大噴火するわけじゃない。阿蘇山が大噴火し終わったらどうする？時間にもよるけど、その時の、うん、大体でもピロートークはする。え、ピロートーク、ピロートーク終わった後の2人でイチャイチャしながら、ベッドの上でキャッキャッイチャイチャって感じ。ああ、そういった知った後もちょっと、はい、ちょっと時間切って触っちゃうから。なるほどなるほどなるほど。掃除もするんで。ああ、お掃除ね。お掃除、お掃除もするんで。ああ、まあね。ああ、ダスキンだよね。なんかね、行った後そのままだと寂しいじゃないですか。あ、だからちゃんと温かいアフターフォローをして、うん、イチャイチャします。ああ、でもそれあれだよね、お客様はさ、普段彼女だったり奥さんにそんなことしてもらってないもんね。だと思います、さすがに。してたら多分その人やってると思う。夜の世界。なるほど。で、部屋を出たらまた最初のカーテンのところでバイバイ。そう。で、その別れする前に私がしてることがあって、うん、これ多分みんなじゃないんだけど、うん、まあそこにいるんだよ、ボイさん。カーテンのところにいるんだけど、はい、もう見えないじゃん、ここの仕切りが。だから最後に、はい、今日ありがとうって言って、最後にハグしてって言って、ハグするんだけど、チューもしてもらう。チュー。チュー。なんで固まったんですか？ちょっとナオさん固まっちゃったんですけど、実演してもらっていいです？大丈夫ですか？うん、今日は来てくれてありがとう。最後にハグして。あ、かしこまりました。あ、もう、はい、はい。なんかかしこまりましたって。まあ、のんちゃんとハグして、チューした後、まあ、今日はありがとうございましたって言って俺は出ればね、いいわけだね。そうですね。そうですね。とりあえず1本目はこんな感じで切って、うん、もう1本撮影しましょう。わかりました。休憩が必要ですね。ああ。じゃあのんちゃん、今日はね、1本目はねこれで撮影終了なんだけど、もう1本だけ撮影付き合って。いいですよ。次回に続くだな。わかりました。ノムさんも私の店に遊びに来てくれるってことでいいんですよね。可愛がってあげますよ、たくさん。いやいや、もうありがとうございます。ありがとうございます。初めての相当私に。ああ、もうありがとうございます。はい、なかなかね、ノムさんお話申し訳ないんですけど、チャンネル登録お願いします。言ってもらっていいですか？
チャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。終わんない。